ルアーでシーバスを釣る方法10選シーバス釣りは、釣り愛好家に人気のある釣りの一つです。ここでは、ルアーを使ったシーバス釣りの基本方法として、10のポイントを紹介します。1ルアーの種類を理解しましょう。ミノ型やポッパー型など、シーバスに効果的なルアーを選びましょう。2、釣り場を選びましょう。海岸や河口など、シーバスが生息している場所を見つけましょう。3タックルの準備をしましょう。しっかりとしたロッドとリールを用意しましょう。4、リトリーブのテクニックを習得しましょう。スローやファストなど、適切なリトリーブを行いましょう。5、タイミングを見極めましょう。潮の満ち引きや時間帯によって、シーバスの活性が変わります。6、ベイトフィッシュの動きを観察しましょう。シーバスが餌を追いかける習性を利用しましょう。7、コンディションに合わせたルアーを選びましょう。天候や水温によって、ルアーの色や動きを変えましょう。8、キャストの練習を重ねましょう。遠くへの正確なキャストが必要です。9、ラインのメンテナンスを行いましょう。絡まりや切れを防ぐために、定期的なメンテナンスが必要です。10、辛抱強く続けましょう。シーバス釣りは根気が必要ですが、忍耐強く挑戦しましょう。これらのポイントを守りながら、ルアーでシーバス釣りに挑戦してみてください。楽しい釣り体験が待っています。いて。